吉谷さん涙の貧乏脱出作戦っていうねノモンタさんがやっていたテレビ番組ってのが随分前になんかその人気だったと思いますけどもあれがね YouTube に違法アップロードされてるのをまあ見ることが最近増えましてね商売ってのは面白いなぁと思うわけですよあの仮にもですよお店を持つようになるまでやった人が全然儲からなくってもう商売やめようか借金くだって言ってる道路にねなんかその あれでしょ江戸前寿司とかに修行に行くわけでしょ寿司だったらでなんか3日とか5日でなんか達人からいろんなことを教わるんでしょうけどもそれでなんか店が復活するみたいなね何なんだろうなと思うんですよねああいう風うにたった数日で儲からない店が儲かっちゃうみたいなのって何なんでしょうねと思いますよねまあ一つには涙の陰謀脱出作戦に出たっていうことが広告になって 地域の人に知られて応援したいなって気持ちにさせるってことなのかもしれませんけどね。なんかいささか出来レ感を感じずにはいられないかなっていうのと、商売そんな簡単じゃねえよみたいなこともあります。うん、まあちょっとね、感動もするんだけども、一番儲かってるのはテレビの方でしょって話なんですよね、言いたいのはね。いやでもね、いろんなことがありますよね。うん、それからなんかその悪党が悪党に見えない世界っていうんですか、ルパン三世は確かに泥棒なんですよ。 物を取ってね、それで自分の生計を立ててるっていうところがありますし、もちろん、どっかの会社に属してるわけでもなくって、神出鬼没でね、世界中を股にかけて、あっちこっちで物を取ってくるみたいなことがあります。で、あれになんでね、ヒーローイズムを感じるのかってことですよね。泥棒じゃないですかね。拳銃を持って人を脅かしている犯罪者ですよね。なんなんでしょうね。南の帝王も法律は破ってこないんだけども、でも、 法律をを破る人をやっつけてそして一般庶民も言ってみれば脅してるところがありますよねうんなんかねお金に困った中小企業の経営者とか工場の経営者とかになんか100万200万貸して都市で利息を取ってで利息の返済日になったら現れてね困りまんなーとか言ってからね従業員の給料とか無視っていくわけですよでそこだけ見たらあんた萬田さんそれ殺生や鬼やがなとかね最初のオチのところで。 最最終的に一番最後の逆落ちっていうんですかあの、大物が全部倒された後にまた庶民の生活に戻って最後はねチャラチャラチャララってエンディティングがかかって終わるっていう感じですけどもその時には結局はその前半でいじめられた庶民が「萬田さんあんた神様や」みたいになってるわけですよね。こういう風にマンダさんは粛々と仕事をこなしてるだけなのに。 いいいい人に見られたら悪い人にに見見らられれたた悪忙しいわけですよつまりはあの,あの物を見る時のポイントが自分都合の人がねお金が儲からないのが世の中のせいだってなるしお金が儲かったら俺のおかげだみたいになるわけですよねでも本来商売ってうまくいったら皆さんのおかげ社会のおかげ国のおかげって考えてうまくいかない時は自分の力量がないからっていうふうに考えていかなくちゃいけないのにその涙の貧乏脱出作戦もねいや不景気がねやっぱり。 うちの店をダメにしたんですか,ねとか,、ねうん、なんかそんなことを言ってるわけですよでも商売って今よりもマーケットがちっちゃい時とか法整備が行き届いてないような時でも続いてきたわけですよね奈良時代にだって商売はあったでしょ平安時代にだって商売あったわけですよじゃあ時代が悪いっていうのは一体ね平成や令和が極端に人類の歴史の中で時代が悪かったのかなっていうことなんですよ、うん まあ本当に時代が自分とのの組み合わせが悪かったっていうのはあるでしょうよね時代と商品の組み合わせが悪かったっていう意味では時代が悪かったっていうのはあると思いますけども商売ってのはそもそも悪い立地では悪い立地で成功するものを商品を選ぶっていうのがセンスなわけですよで今はインターネットのおかげで場所人時間っていうものが無尽蔵に選べるわけですよだからうまくいかないってことは選び方が悪いとも言えますんでね こうやっててて、て情報発信ををさせいいただいてで多くの人に興味付けをしてですね、じゃあどんなものが一番興味づけで当たったのかなと思ったらそれを中心としたビジネスに誘導していくっていうねこういった販売経路を引くのも一つの、まあ、ビジネスのやり方だと思いますしそれをやろうと思ったら継継続続したたくなくったって継続になっってにちゃいますよね。だってなんか吉谷さんもやってると思いますけども物事をセールスしようと思ったら何回か段階を踏んでね そのパート1パート2パート3パート5パート10パート20みたいなんでストーリー作っていってそれを最後まで見た方にはほぼ確実に共感してもらってるだろうとかね売れるだろうというのを見込んで最後にセールスをかけるっていうのをねやってるわけですよプロダクトロン字っていうのはそれをいささか人に勘違いさせて揺さ,て揺さぶって揺さぶって揺さぶって心の隙間ができた時にさっと今だけですみたいなねあんな方法だと思うんですよ私たちは淡々とあのー、いろんなものをね語っていく中で 人の必要なものに共感していただいて、そういった方に大切な商品やサービスを提供するってことでいいのかなと思いますね。別に継続を目的にしなくても継続になっちゃいますよね。訴えたいことがいっぱいあるから。その訴えたいことって何って言ったら、自分の力で幸せつかみましょうってことですよね。そして、多くの人の力も借りましょうってことだと思います。いってらっしゃい。